さあ今度パターン、だいぶもう3パターンはとこで4つ目ですね。玉の問題です、ね、玉の問題のパターン、一応これで一通りパターン終わるのかな、ね、じゃあやっていきますか、うん、で一番最初に言いましたよね、あの青玉が何個、赤玉何個って言うんですよ、見た感じ同じでも全部違うものだったっていうふうに考え、というふうに認識するって、そこから始まるんだって言いましたよね。やっていきましょう。64ページご覧になってください。いいですか。うん、もう早速読んで問題読んでいきますね。右図のように袋の中に白玉と赤玉、これ黒いのは赤玉だと思ってください。で1か4について考えてみましょう。袋から玉を1個取り出す仕方は何通りありますか。だから全部違う玉って考えていいわけ。だから、白玉が4個ってあるでしょ。白玉4個ってあったら自分で白1白2白3白4って考えるんです。そうすると全く違うものになりますよね。白い玉に番号がついてると考えたら全部違うものっていうふうに認識しますよね。そういう発想です。で赤玉2個、これ赤1でしょ、赤2じゃないですか赤2だってまあいいかですね。そうすると、はい、括弧1、これ全部で6個ありますから何トレありますか、6トレあるになってますよね。これ決まってますよねって言い方しちゃいけないけど、これはもういいですよね。次2番、白玉を1個取り出す取り方、ね、白玉1個って見た感じ区別つけないつかないような感じするけど、実は白玉って全部違うものだから当然1、2、3、4通りになる。けど目の前に白玉ポーンってこう4個あって区別つけて考えるのかってなんかね聞いてきませんよね。だけどこういうふうに番号をつければ違うものだってなりますよねよろしいでしょうかね。じゃあ3番いきましょう。袋から玉を2個取り出す取り仕方は何通りですか、これですよね。で3番ちょっと説明読んでくださいね。手のひらにある玉をイメージしてくださいってありますよね。だから今これ全部6通りあります。で単純にね、単純にこう考えですね、仕方、この場合さ取り出し方ってこれは、選び方と同じ考えで結構です。手の中にある場合順番関係ないですよね、選び方ね、よろしいでしょうか。で、あ、取り出し方だからね。だからあの並べると違うの、取り出して並べると違うわけよ。白と赤と、赤と白は全然違うもんだけど、取り出し方だから、それはもう手の中よく同時にってよく出ますよね。ポッて取った瞬間どっちに行くか赤と白があったって変わらないですよね。だからそういう意味で、取り出し方って言われた時にはあの手の中にあるって考えればいいですね。そうするとその時はどう考えるかっていうと、選び方と一緒でまず並べ方を求めてそれをダブリで割ってあげればいいんだという発想でやればいいんです。そうすると全部違うものとしてまず並べ方を考えましょう。そうすると並べ方はこれ全部違うものだから最初6通り次5通りだから全部6×5、これが並べ方なんですね。しかしこれ取り出し方っていうのは選び方と一緒なのでダブリがある。ダブリは何かっていうと、さっき光言ってますけど白1と、例えば分かりやすいね、赤1でまた赤1と白1っていうのは同じものなの。だからここから2個取った場合こう入れ替えても同じだから必ず、2通りで1通りになるんですね。2通りで1通りだからこの2組、これがダブリになるんだ。だからそれを割る2、まあ 2×1 でもいいですけど割る2だから15通りになるんだと。よろしいですかね、ここしっかりとね。だからこの取り出し方っていうのはカードでいう選び方と一緒なんだとね、ちょっと言葉が違うだけで同じ意味なんだと。よろしいでしょうかね。3番、袋の玉を2個取り出した時に白玉1個、赤玉1個は何通りあるか、これですよね。でこういうと、これは意外と具体的に書いた方が分かりやすいです。で順番いい、これ勝手に白玉赤玉1個の場合って白玉赤玉とか決めちゃダメですよ、順番をね。じゃなくてとにかく出てきたら白玉と赤玉になってればいいですよ、目の前がね。そうすると4番の場合は
イメージ湧くためにはこれ実際書いた方がいいですね。だから白玉1に対しては赤玉1からちょっと省略し赤玉1以下か赤2個しかないんだもんね。だ白玉1に対して赤玉1と赤玉2の2通りですよね。よろしいでしょうかね。同様に白玉2に対してこれほら入れ替えたと同じなんだからダブリか、だからこれいちいち入れ替えたものを考えないといけないでしょ。で白玉2に対しては当然赤玉1と、これ皆さんにイメージ頭の中でイメージしてもらうためにこう書いてるんで ね白玉2に対して赤玉1と赤玉、当然白玉3に対しても二度とやらないですよ、めんどくさい。これもう皆さんの中にイメージしっかりとね焼き付けた、これ入れ替えても意味ないんでよろしいですか。で白玉4に対しては赤玉1と赤玉2、それ1,2,3,4,5,6,7,8,8 通り。ということはもっと考えるとこれに対して2通り、これに対して2通りだから 4×2 で8通りでいいな。これ並べるっていう意味じゃなくて白1に対しては2通り選べる、白2に対しても2通り選べるっていう意味で 4×2。よろしいでしょうかね。全部違うものと考える、白は白で全部違う、赤は赤で全部違うものと考える。で、取り出し方なんですから並べるわけじゃないから白と赤の順番はどうでもいいんだと、だからダブリは考えないんですね。だからこのカッコ3カッコ1番最後に書いてありますけど、取るのであって並べるのではありません、ここをしっかりと言葉として認識しておいてください。よろしいですかね。では問い32で今までやったのを確認しましょう。ほら、だから細かく確認するために8つにもなっちゃったんですよ、質問がね。いいですか、これだけしつこくやってればもう皆さんこんな、大体こんな問題どこにもないですよ、こんなにこだわった変な問題ね。変な問題っても変ですけどね。じゃあやっていきましょうか。白玉3個、赤玉4個、青玉5個ですね。この袋から玉を2個同時に取り出すときの次のでね、同時っていうのは順番に、高校数学なんかでよく言われるんですけど、同時にっていうところ、まあ、同時なんて絶対ありえないんですよ。一瞬でも触れ方は微妙に違うんです。すぐ順番にと置き換えて、読み替えてやると分かりやすいですよっていうふうによく言われますね。だから同時にっていうのはまあ順番にっていうふうに考えてもらっ もらっても構いません。で玉は全部違うんだと、だからこのイメージは一番最初に話しましたテニス選手がこう試合見ればな、テニスボールさ、こうやってこうボールボーイから回ってこう嫌なのを投げ返すじゃない、全く同じはずなのにね。だから同じものは全部一見同じようでも全部違うんだと思ってください。だから問い30ですね。白玉もこれ1,2,3と自分でゴールにつけちゃうんですね。で青に、赤に対しても赤1、赤2、赤の3、赤の4と、よろしいですかね、この認識ですね。青に関しても1、ちょっと書いてみます、いいね、青3、青4、青5というふうに、これだけあるんだ、こういうふうになってるんだ、全部違うものなんだと考えてください。じゃあカッコ1からいきましょう。袋から色の違う玉を2個取り出し方ということはここですね。まず白と赤の組み合わせで考えましょう。白と赤、白と赤だったら、はい、白1に対して赤は4通り、白2に対しても4通り、白3に対しても、だから白1通りに対して赤4通りあるんですから、白と赤の組み合わせは3×5、この3の1通りに対して4通りあるわけですからね、だから3倍してあげて、だから12。次もう白を基準にね、白と赤、次白と青に入れましょうと同様に考えると、白1通りに対して青5通りあるんでしょ、それから白3通りあるんですから3×5、15通り、これ省いてますよね、皆さん自分でつけてください。
もう白に関してはもう終わりました、次赤です、っていうふうに順番にやっていくって、この考え方大事ですからね。行き当たりばったりで白と青がやった、今度赤と青やって、次白と青やろうなんてやってると、一体何がやって何が終わってないのか、何が済んでて何が終わってないのかが分からなくなりますから、順番に左からやっていくっていうことですね。次赤、もうこれしかないじゃないですか、組み合わせとして。じゃあ赤の場合は何か、赤1通りに対して青5通りですよね。でこれ全部4通りありますから、同じ発想で4×5、20通りあると。だから全部で何通りありますか、これ全部足せばいいですね。20、30、40、47通りになると。いかがですかね、よろしいでしょうか。次、2番、袋から白玉を2個取り出すね。ほら、白玉2個を取り出すって話が全部違うんですよ、白玉もね。だからこれも、まあ、これは書いちゃった方が楽かもしれないですけど、白1と白2でしょ、これ左から基準にね、白1を基準に考えると白1と白2と、まあ、樹形図で考えた方がいいのかな、樹形図の方が綺麗になるから。たまに樹形図やってみます。はい、白1だったら白2と白3でしょ。もうこれで白1はもう使い切っちゃったでしょ。次に、白2したらもう白3しかないですよね。これ白1やったらここにダブっちゃいますからね。だからそうすると1、2、3だから3通りになるんだっていうことですよね。計算でやるとこういうふうに、計算でやれば簡単なんですけど、全部違うものですから並べるわけじゃないんですけど、並べ方として 3×2 でしょ。あんまりやんない方がいいかな。まあいいや、ここから2個取る並べ方っていうのはここに3通りあるでしょ。で1個減るから当然2通りじゃないですか。だから 3×2 になる。けども並べ方じゃないんで、これダブリがあるでしょ。これリレー回と同じだから、1つに対して2つ2回って考えてるわけですよね。白1、白2、白2、白1っていうふうにね。だからダブリが2だ、2で1個だから、そうすると3になるから3通りになる。だからこういう計算式が分かるようになるためには、こういう樹形図っていう形のこういうのを具体的にイメージできてるからこそ、そういう割り算計算式が成り立つので、やっぱりこういう基本的な考え方ですね、樹形図とか大事ですね。しっかりと焼き付けておいてください。よろしいでしょうか。さあこれが2番ですね。で3番です。同じですね、赤玉の取り出し方ですね。赤玉の取り出し方やっておきます。で樹形図が分かってる、まあやろうか。赤1に対しては赤2、赤3でしょ、赤4になっていくわけじゃん、ね、次に赤2に対してってやっていくわけじゃん。赤に対しても1は使っちゃったらもう3と4しかないわけ。赤3と赤4しかない。もう2度は使えないからね、入れ替えは効かないですからね。で次に今度は赤3だったら赤4しかないと、よろしいですか。そうすると1、2、3、4、5で、これも同じように考えればできるんですけどもね、4つから2つ並べる、4×3。しかし2個で入れ替えと同じだからダブリがあるんですよね。1通りに対して2つ2回数えてるわけじゃない。赤1、赤2と赤2、赤1同じように考えてますから、やっぱり割る、やっぱり6になる。だから計算式だから、こういうイメージができてれば高校なんか行くと全部出題してるからもうすぐこういう数式になっちゃいますからね。並べ方に関してそれをダブリで割ってあげれば選び方になるとかね。だから樹形図、こういう考え方しっかりとね、めんどくさそうかもしれないですけど、しっかりと何度も手を動かすことによって定着していきますからね。よろしいでしょうか。じゃあ次、次は4ですね。だから括弧4も同じです。青玉から2個でしょ、ね、だから、ね、青1に対してはこの番号だけ書くと1から2、3、4ですよね。で青に、赤になっちゃった。青に対してはもう1は使えないから2、3、
あ、ごめんなさい、1、2、3、4、うん、あ、1が使えないんだ、ごめんね、2、3、4、ごめんなさい、2、3、4、5でした、失礼しました。で、青2だからもう青2、2は使えないから、して1はもう使えないんですよ、最初に使っちゃったからね。だから3、4、5、この番号だけね、この番号だけ。今度は青3、そうするともう3使って、もう1、2、3使えないから、これ4と欲しくなるんですよね。で、青の4とも5しかないという感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10体になると。でも計算でもできるんですよ。5個から2個並べるっていうか、5かけ4でしょ、並べるんだから、ここに5通り入って、次1個 4個になって、ここ4通りでしょ。で、その1通りに対して4通りだから、5かける4で20通りなんだけど、これ入れ替えても同じだから、2個で1通りでしょ。やっぱり W が2があるから、ね、計算でも。だからこの樹形図をたくさんやってると、徐々にこの意味が分かってきますからね。よろしいでしょうか。次、カッコ5。今度はカッコ5は、もう実はこれカッコ1で全部やってるんですね。だって袋、白玉1個と赤玉1個でしょ。ということは、白玉1個、赤玉1個。ということは、白玉1個に対して4通り、3個あるから、4×3 で12通り。よろしいですかね。だから全部本当は、カッコ1の場合分けをまた単独に出して、ちゃんとみんな理解してるかなっていうふうにやってるだけの話ですね。よろしいでしょうか。そうすると6番は、白1個に対して青、1個に対して5通り、3個ある、3通りあるから、3×5 で15。答えの方では、カッコ1よりとカッコ1を参照してくださいっていう感じですね。いいですかね。こんな質問、作る人いないですよね。次、赤玉1個、青玉、あ、ごめんなさい、いいんですね、赤玉1個、青玉1個ですからね、4個、1に対して5通り、4通りあるからね、4×5、さっきの説明と同じです。ということですね、20通り。で、最後、8番、ここなんですね、これ8番、案外戸惑う人います。袋から2個玉を取り出し、それを順に並べる仕方は何通りあるか。いわゆる、見てください、これ。1、2、3、これ全部違うものなんです。全部違うんです。だから全部で玉が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個。12個全部違う玉があるんですよ。12個全部違う玉があって、それを並べるんですから、最初のところ、ここには当然12通りあるに決まってるじゃないですか。並べ方、ここに並べる最初のね、置き方は12通りある。で、そのうち1個も置いたから減るんだから、次はこっちは11通りでしょ。で、この12通りのうちの1通りに対して11通りあるんだから、だからこの11を12倍してあげる、または12を11倍してあげるって発想でもいいです。これね、意外とこれ悩むんですよね。全部違うっていう発想になかなか見えないんですよね。この色っていうのは白玉3個とか色にこう惑わされてしまって。しかしこれ全部違う玉なんですね。ここはね、なかなかそういうイメージっていうかね、こう、違うんだと思えるようになる前にちょっと時間かかると思うんですけどね。だから 12×11 で答えが130となるわけですね。カッコ8は案外つらいんですけどね。よろしいでしょうかね。これで一応ね、全てのパターン終わりました。よろしいですか。だからもう次からは、じゃあ実際演習問題を使って、今までのいろんなパターンを実際演習問題でどのように使うかということを勉強したいと思います。